はい、そういうわけで前回の続きいきます。封印の洞窟の伝説の防具を手に入れるにはこれをね、多分全部埋めなきゃいけないんだよ。だから今日はこれをやります。はい、ケンタスの焼けつく息のおかげでなんとか逃げずに済みました。よいしょ。さあ、あと3個だって。苦戦ひ、あーあーやだ。よし、あと3つ。どこにある、どこにある、いっ、もう、よーし。いやー、ほんとまた今回もね、焼けつく息でみんな麻痺して勝っちゃった。よし、あと3つか。どこだ。違う、宝はいらないんだ。魔人の金づち、噛んだ。魔人の金づち手に入れちゃったよ。これはね、確かあれだね、ミスか返しの一撃かどっちかっていうすごいやつ。よし、あの魔人の金づちはブラウンにあげましょうね。あ、間違えた。あ、めんどくさい、逃げよう。おお、ハグリンだ。よし、もうハグリン撃たれ倒してる場合じゃないんだけど。お、粘る。ダメか、ダメか、残念。どこにあったっけな、もう。よーし、まずい、石板の位置を忘れてしまった。ここにあった。うん、よし、ここ。うわー、やってた。よーし、いやー、大苦戦ですね。よし、うん、どうしよう、めんどくさい。まあいいや。あー、壮絶な戦いだった。仲間呼びすぎ。トヘロス。ねえ、これでね、みんないなくなってくれればいいんだけどね。ちょっとね、レベルの差がないから多分、トヘロスを使っても意味ないでしょ。よいしょ。2個目。3個目どこかな？もう。よし。で、そうそう、お金がたまらないんだよね、ドラゴンクエスト5に限らずか、ドラクエシリーズって。その、わお、めっちゃ投資だよ、今。492、たったこれっぽっちだもんね。だから全然お金が、ない。金欠。ねえ、SF なんてね、もう、ああ、もう終盤になったら、ああ、もう、風魔手裏剣とかエリクサーとか簡単に買えた気がする。 OK、 いや、エンカウント率も高い。うわう、あれ、しかしこいつら確かバギクロスが効いたはず。あーし、うい、あと少しなのに、やばい。え、世界中のハあったよな、これ。だ、あ、危ない、捨てるとこだった。落ち着いて、冷静に冷静に。ふう、落ち着こう。あー、もうずれる。よし、もうソルジャブルだ。他のより強い敵のせいで若干霞んで見えるわ。それじゃあ、これ。よし。
ラストラストだ、頑張るぞ。あーやだー、ケンタスに息吐いてもらおう。耐えろ、やばいやばいやばい、うわー、落ち着け落ち着け、レホマ落ち着け、もう一回焼けつく息だ、やめて。あーちくしょー、あと一歩だったのに。うわ逃げろ、はあ、ああ世界中の扱っちゃって一人旅ってわけでもいかないもんな、積んだよし、わかった、フィール一人で頑張ろう、ここは頑張ろう、なんかこれで、全逃げだな、よし、雑魚、落ち着け、だから、あ、それできないんだ。このエルフのお守りが分かんないけど、これを装備させてあげよう、何かに効くだろう、あと一個、あと一個なんだ、クソ、まさかの一人旅、うお出た、逃げるぞ、よし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 、頑張るぞ、ここで負けるわけにはいかない、よしよし逃げ逃げ、慎重にだ、慎重に、おい、逃げる、ここはどうする、逃げよう、あーもうダメかダメか、くそー、残念、はあーやり直しだ、いやあと一歩だったのにね、どうしようかな、ちょっとね難易度が高すぎるもうがっかりだよ、そしたらね、まあ仕方ない口数が少なくなっちゃったもう一回もう一回行こう、よしリベンジだ、行くぞ、ふう、さあ前回の反省を、反省というか遠くから行こう、遠くから、よし、まあね、レッドイーターとブルーイーターが出なければとりあえずはね、もう出たし、ユート出るし、よし、もう間違いなくここ最難関、うわー、よし、まずいよ、サンパートまたぎはやだよ、
最悪ここ大幅カット。あーもうコントロールが効かない。なんだなんだ、もうマヒしちゃって。これさ、試しにトフェロス使ってみようか。意味ないと思うんだけどな。オーラすぐ出る、意味なし。あーもうやだ、強い、もうやだ、くじけそう。やだ、諦めたい。これはもうここまで持ってって、くそ、あー長いよ、なんだよこの経験値。もうよし頑張るよ、もうこうなったら頑張る、諦めない。よしここまで持ってって、何、あ難易度が下がった。よし、もうごめんなさい、こっから先はね無言動画になる可能性が。もうはいはい、うん、あーもうやだ、出ないで、もうエビルマスターとかそういうやつら強いから。奥行こう、あーすぐ出る敵、あー逃げたい、逃げた、よし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 、やばい、ちょっと落ち着こう、冷静に冷静に、心折れちゃダメ、もう敵すぐ出る、強い、これは強い、逃げて失敗したら終わるな。よし、うーどうにかケンタスの焼けつく息のおかげで、あーどうにかなった。よしよし、落ち着いていこう、落ち着いていこう、うん、すぐ出る、すいません今回は皆さん無言でいきます。余計なことを喋ってると暇はない。よし、
2枚目。うん、何雑魚。おいし、ああやだ、もうもうやだ、強いあいつら。もう癒しだ。はいはい。なんていうエンカウント率の高さ。もくそ。終わりました。はい、大変なことになりました。あと一歩なのに、まただよ。なんとかなる。いやきつい。1枚、あと1枚なのに。はい、戦術ミスですね。さあ、これで封印できれば。頼む、逃げ。うう、逃げ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 。うわー、これで、これで全滅しても大丈夫。もうやだよ。なんなんだよこれ。何これ、うるせえよ。放心状態だ。ああ。
もう死んでもいいよね。だから帰ろう、帰ろう。いや、唯一ね、 FF と違っていいところは、全滅してもそのなんていうのごめんなさい、もう思いつかない全滅しても、セーブポイントから、そう、要するにやり直しってことにならずに、今までの やってきたことは持ち越しになるのがいいよね死んでもいいです。デスルーラってやってもいいです。わお、いやー、きつかった。きつかったよ。いやー、甲骨状態。こういうことなんだねもう、ああ、脱出成功だもうやだ、もう二度と行きたくない、こんなとこ。ルーラ誰も覚えてないからね、有限以外。もう何も言えない帰ってきた、帰ってきたよ。こんなに嬉しいことはないわ今までドラクエもやってきましたけど、いろんなドラクエシリーズこんな嬉しいことはないかもしれないあいや、本当にすいませんでした。時間がかかった上に、ちょっとね、集中切らしたばっかりに、ちょっと相当戦術的なミスが目立って、いやー、本当にすいません。はい。それでは今回はこれで終わりにします。本当に、拙いプレイを見せてしまいまして、すいませんでした。はい。ではまた次回、よろしくお願いいたします。はい。本当にすいません。はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼します。